姉さん、ニューコムで実験を予定しているサブリメーションの被験者に姉さんの名前が。ああ、そのこと。志願したの。何のために私が今までニューコムにいたと思ってたの？いつまでも姉さんは同じ。夢を見るなら眠ってる時だけにしてよ。夢？ただの夢扱いする気？あなた私の何をどう知ってるつもり？誰にも口出しさせない。たとえたった一人の妹にも。姉さんは体や心まで捨てようとしているんじゃないの？まだ実験も成功していないサブリメーションなんて無茶よ。一体何が知りたいの？誰もが進むべき次なる世界。そう、まだ誰も体験したことのない、全てが新しく未知の知覚や感覚によって構成されている宇宙を知りたい。生きる者が必ず持つ肉体が精神や魂といった未知の可能性を秘める存在にまで限界を作っているのよ。たとえそうだとしても、姉さんが望んでいるのは自然から与えられた人の力を超えてる。それは危険な力だわ。そう、その通り。私が欲しいのは選ばれた者が手にすることのできる新しい世界への扉をこじ開ける力よ。人間は決して神にはなれないのよ。さっきまた喧嘩しちゃった。なんかダメ。どうしても姉さんが言葉にする科学の力でこの世界を変えるみたいな話って信じられないし、それでも自分がここにいるのは姉さんが心配だからだって言ったらすごく怒られて、自分のしたいことをしろって。でもずっと自由に育ってきた姉さんの後ろ姿を見てきた私には。ねえ、君は何のために戦っているの？コミュニケーション interrupted. Decrypting urgent message. これは個人的なメールです。閉じたら消去されるようになってますので。実は私、ニューコムが行う人格のコピー実験に被験者として参加しようと思って登録したんだけど、会社から止められちゃってて。それは立場的な問題とか人間関係的な部分でよく考えろなんて上司に言われたんだけど、私にはその発想がすでにゼネラル的じゃないかって。立場とか人間関係なんてことを超えて分かり合うために人間のサブリメーションがあるはずなのに、そういう意味ではニューコムもまだまだなのかって。それがショックだったけど、でも私は諦めてないから自分でチャンスを作る。そんな計画にも誘われてるし、その時が来たらちゃんと君にも話すし、もしも君が望むなら私と一緒にチャンスを手にしてほしいとも思ってる。ただその時にフィーのことだけは心配だから、最初君に話しておこうと思って。すごく個人的なお願いで申し訳ないけど頼みます。では。ああ、そうそう、この話まだフィーには言わないで。インフォメーションダウンロードコンプリートファイルディリートド。Thank you.
ゼネラルリソースが我々の進攻に対抗すべく空軍基地に兵力を集結中との情報が入りました。そこで低空で侵入して防空レーダー網を避け空軍基地を襲撃します。高度には十分注意して任務を遂行してください。なお今回の任務から新型機デルフィナス3が配備されます。ご検討を祈ります。緊急事態発生。正体不明の空中空母が出現し、軍事クーデターが勃発しました。直ちに帰還してください。まさか、予定よりずっと早いじゃない。なんでこんなタイミング。何？どうしたの？ごめん、ピー。私、やっぱり自分の信じる道を行く。どういう意味？何が？ごめん、説明する時間がなかったけど。私はクーデターに参加する。
反対するならば、ニューコムへ戻りなさい。もしも私を信じる気があるのなら、君にはこのままついてきてほしい。事情は後で説明します。ふざけないで姉さん、彼女についていったらダメ。戻りなさい、戻って。来てくれた。私を信じてくれてありがとう。これよりウロボロスに合流します。フィー、帰りなさい。姉さん、ダメ！ディジョン、約束通り来た。シンシアです。了解、ニューコム機空母への着艦を許可する。あれが空中空母スフィルナ。なんて大きさ。Docking complete.